皆さん、おはこんばんちは、チルノだよ。前回の動画は見てくれたかな？今日は3日目夜からだよ。今回もあたい目線でお届けするから、みんな見守っててね。それでは、始まるよ。恐ろしい夜がやってきました。皆さんは各自の部屋に入っていただき、それぞれの行動を行ってください。ああ、マリサの正体が気になる？もしも霊能結果でマリサが白だったら、明日絶対ヨウムを釣らなきゃ。あ、来た、緊張する。おーおー、マリサは人狼だったのかー。マリサを信じらないと思っちゃってたら負けが確定してた。ふう、危ないところだった。これは明日みんなに報告だー。あ、待てよ。よし、オッケー、それではまた明日ね。恐ろしい夜が明け、4日目の朝がやってきました。昨晩の犠牲者は、記名主でした。わあ。記名主はモニタールームに行ってください。わかりました。村のみんな頑張ってねー。この村にはまだ人間に扮した恐ろしい狼が紛れ込んでいるようです。これから話し合いを行っていただき、本日モニタールームへと追放する人を相談して決めていただきます。それでは4日目昼、追放会議スタートしてください。残り人数も少なくなってきたね。チルノ、霊能結果はどうだった？マリサ、白だったよ。え？そうだったんだ。奈良咲夜かマリサ、どっちかが狂人だったんだね。チルノ、本当に咲夜もマリサも白だったんだもんね。うん、そうだよ。そっかー。なら、狂人使用します。人狼の人は出てきて、PP しよう。え？レミリア狂人なのか。本当だよ。だから PP で、今日も勝てる。誰も出てこないね。え、なんで、PP いけるじゃん。本当に私狂人だよ。信じて。え、どうなってんの？みんなごめんね。実はマリサは黒だったんだよねー。嘘ー。ひょっとして、霊能の結果語り。うん、マリサが黒だったと言ってしまったら、人狼は残り1人になるから。明日 PB 決められて村が負ける瞬間になるまで狂人が誰かわからなくなってしまうと思って。で、一度マリサは白だったと語っておいて、もしも誰も PB に持ち込もうと言い出さなかったら、この場に狂人はもう残っていない可能性が高いという情報が得られるかなと。なるほど。人狼が PB に名乗り出てこないのが、この場に人狼が一人しかいない、何よりの証拠だもんね。では、明日の PP 防止のために、今日は狂人であるレミリアを釣ることにすれば良さそうだね。わあ、しまったー。では、そろそろ話し合いを終了とし、投票に移ろうと思います。各自、この昼のターンで、モニタールームへと追放したい人の名前を書いて提出してください。はい、では結果が出ましたので発表します。第2回ゆっくり人狼追放したい人コンテスト4日目昼の部。まず第2位はこの人です。第2位、1票獲得。チルノ。おめでとうございます。ありがとうございます。それではいよいよ参りましょうか。第2回ゆっくり人狼追放したい人コンテスト4日目昼の部。優勝はこの人です。第1位、4票獲得。私でしょ。レミリアー。わあ、やっぱり。レミリアはモニタールームの方でゆっくりしててくださいね。今回はこのまま続きもいっちゃいましょう。恐ろしい夜がやってきました。皆さんは各自の部屋に入っていただき、それぞれの行動を行ってください。今日は危ないところだったなぁ。今日の昼の話し合いで、霊能結果で本当のことを言ってしまったら、明日 PP が起こってしまって負けちゃってた場面だったんだ。このように勝敗に関わるような重要な盤面を除いては真の霊能者は結果語りはしない方が良いと思うよ。村目線から狂人と見分けがつかなくなっちゃうもんね。どうして結果を語ったのか、ちゃんと村のみんなに説明できて納得してもらえる自信がある時しかおすすめしないよ。まあ、あらいも初心者なんだけどねー。ああ、ドキドキしたー。あ、霊能結果だ。っていうか、今日は結果見なくてもレミリアは人間に決まってるよね。レミリアが人狼だったら、今日の昼で終わってるんだから。未読スルーしようっと。じゃあ、また明日ね。おやすみー。
恐ろしい夜が明け、5日目の朝がやってきました。昨晩の犠牲者は、いませんでした。おお。生き残ってたんだー。ナイス。この村にはまだ人間に扮した恐ろしい狼が紛れ込んでいるようです。これから話し合いを行っていただき、本日モニタールームへと追放する人を相談して決めていただきます。それでは5日目昼、追放会議スタートしてください。まず、切るのは心霊の王。残りの3人の中に人狼がいるね。占い師語りの人狼であるマリサからクローダされてた。ヨウムも村陣営であると言えると思う。私はスムラだにょん。スムラって何？あ、何の役職も持たない単なる市民ってことね。あ、そうなんだ、ありがとう。ってなわけで、霊夢かゆゆこのどちらかが人狼だ。私は違うよ。みんな聞いて。ガビウド CEO をします。ずっとキルノを守ってました。え、そうなの。だから人狼は霊夢だと思う。え、私は本当に村陣営だよ。その言葉が聞きたかった。この謎、私が解いてみせる。じっちゃんの名にかけて。真実はいつも一つ。ヨウム、なんかいろんなテレビに影響を受けてる。サイオンジ君。それ私のこと、サイギョルジですけど。ヨウム、ひょっとして古畑任三郎も好きなの。サイオンジ君はキルノをずっと守ってたと言ったよね。サイギョルジユユコですけど、うん、そうだねー。実はガリウドは私だにょん。え？霊夢とユユコはここまで完全グレーで、どっちが人狼か見分けがつかなかったから、ガリウド使用するタイミングを伺ってたんだ。おお、そうなんだ。ヨウムかユユコならもう、ガリウドはヨウムだよね。うん、間違いないにょん。では、そろそろ話し合いを終了とし、投票に移ろうと思います。各自、この昼のターンで、モニタールームへと追放したい人の名前を書いて提出してください。はい、では結果が出ましたので発表します。第2回ゆっくり人狼追放したい人コンテスト5日目昼の部。まず第2位はこの人です。第2位、1票獲得。ヨウム。おめでとうございます。ありがとうございます。それではいよいよ参りましょうか。第2回ゆっくり人狼追放したい人コンテスト5日目昼の部。優勝はこの人です。第1位、3票獲得。ゆゆこ。ああ、やっぱりそうだよねー。はい、ここでこの村から人狼がいなくなりました。村陣営の勝利です。やったー、勝てたー。よかったにょん。村に平和が訪れたー。あとちょうどだったなー。では、ここで今回の配役を発表します。市民は霊夢、フラン、記名主の3人でした。占い師は昨夜、霊能者はキルノ、カリウドはヨウム、狂人はレミリア、そして人狼はマリサ、ユユコの2人でした。第1回ゆっくり人狼に引き続き今回も勝てたー。あたいもあたいも。私もだにょん。あ、そういえば結果的に、第1回の時と全く同じ3人が最後まで残ってるね、今回。本当だー。私はまた負けてしまったー。初めて勝てたー。また負けちゃったけど楽しかったー。みんな、どうだったかな？初めてあたい目線で人狼ゲームをお届けしましたが、最後まで見てくれた方本当にありがとう。みんなの応援のおかげで勝てたよ。え、応援はしてなかったって。それでもいいのいいの。最後まで見てもらえてあたいは嬉しかったよ。それではご視聴ありがとうございました。お前どこから入ってきたんだよ。かぶってるだろ、邪魔邪魔。また見てね。